葵新店でございます。店長森田正則さんをはじめ60名の皆さんです。高円寺阿波踊りは今年61年目を迎え、その歴史の中で最初に独立連として誕生したのが葵新殿です。内輪さばきが光る赤い法被の子供踊り、時に激しく時にしなやかに踊る女踊り、笑顔あふれる息のいい男女法被踊り、軽快で独特なリズムを刻む鳴り物衆、これらが織りなす路上パフォーマンスをどうぞお楽しみください。次に踊り込んでまいりましたのは高円寺の梅長連でございます。店長鈴木和夫さんをはじめ35名の皆さんです。来年25周年を迎える梅長連、基本を尊重しつつその独創的な音と舞は東京のみならず本場徳島でも多くのファンを魅了してきました。梅長連は常に進化を目指します。今年も進化した舞、蝶の舞、皆様ごゆっくりご堪能ください。舞蝶劇場の